ミゲル・ジャヌアリオ・デ・ブラガンサは、ポルトガルのミゲリスタ王位請求者。1866年から1920年まで、ブラガンサ公、ミゲル2世として活動していた。ポルトガル国王だった、ミゲル1世とその妃である、レ=ベルトハイム=ローゼンベルク公女、アデライデの嫡子として、バイエルンのレーベンシュタイン城で生まれた。ポルトガル内戦に敗れた父ミゲル1世は、1834年の追放令によって帰国を禁じられていた。そのため子供たちはドイツとオーストリアで教育を受けた。ミゲル2世はオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の臣下となり、ボスニア占領の任に就いた。皇帝はミゲルを非常に重用し、ポルトガル政府が拒否しようとも彼がポルトガル国籍を保持することを許し、治外法権の特権を与えた。ミゲルは第7連隊の大佐になり、第一次世界大戦中に陸軍中将となった。戦争でポルトガル共和国が敵国となると、軍人の地位から離れて文民としてマルタ騎士団へ加入した。1918年11月にオーストリア・ハンガリー帝国が崩壊すると、最後のオーストリア皇帝カール1世の一家と共に、スイスのワルテク城に一時期滞在した。ハプスブルク帝国という庇護者を失ったミゲル2世とその家族は貧窮したという。1920年、長男ミゲルがアメリカ人女性アニタ・スチュワートと貴賤結婚したことにより不和となった。ミゲル2世は王位請求者の地位を当時12歳だった三男、ドゥアルテ布へ譲った。1927年にゼーベンシュタインで没し、ブロンバッハの聖母小天主動員に葬られた。1877年、レーゲンスブルクでトゥルンウント・タクシス公、聖子マクシミリアン・アントンの次女エリーザベトと結婚し、2男1女を設けた。1893年、母方の10枚にあたる、レイ=ベルトハイム=ローゼンベルク公女、マリア・テレジアと再婚し、1男7女を設けた。ありがとうございます。